神津島港停泊中のカメリア丸カメリア丸は老朽化したフリージア丸の代替船として1986年から2014年まで就航していた東海汽船の可客船である。二代目サルビア丸が就航するまでは東海汽船のフラッグシップを務めた。生活航路が主体だが、下記能量船に転用することも考慮したため、複数回の開放的な外部デッキが特徴的である。 東京伊豆大島神津島航路及び東京八丈島航路に就航していた。船体の大きさはかつてのストレッチアマルと同大の大きさであるが、旅客定員、貨物搭載量は減っている。本船の特徴として、どの海域でもテレビ放送を鮮明に受信できるように、衛星放送テレビ受信装置を初めて装備している。また、本船航路の利用者は、当船を亀、 カメマルと通称する。2013年汗を流すことができるシャワールームが設置された。また、上級船室の追加と二等自由席の混雑時の場所取りによる不公平をなくすために指定席化に伴い全頭室予約制となった。そのため、船客店員が大幅に削減された。ただし、船室が満員でも通路やパブリックスペースまたは 外部看板上で過ごすことも可能であり、俗に言われる赤名試験を購入しての乗船も可能である。2011年11月9日、東海汽船は本船の代替船として5700相当型の価格船を新造すると発表した。2014年7月就航の三代目立花丸春港に伴い2014年6月8日の航海を最後に28年間の 営業公開終了。6月10日に開港のため竹芝三橋出港をもって退役した。その後、本船は建造をされた内海造船瀬戸田工場に係留され、立花丸の万が一の際に備え待機した。2014年8月下旬、インドネシアの船会社に売船され、船名がアッティーティアに書き換えられ、インドネシアに向けて開港の都に着いた。 現在スラウェシカリマウンタン島周辺にて就航中。上記2航路のいずれに配線されていた。ありがとうございます。